頭脳の祭典、クイズ最強王者決定戦。ワールドクイズクラシックは TBS 系列で2011年11月23日の20時22時58分に放送されたクイズ特別番組である。略称は WQC。題名はワールドベースボールクラシックのパロディーである。すべてのクイズ番組はこの大会の序章に過ぎなかったのかもしれない。 史上最大スケールでお届けする一大クイズ特番が満を持たして登場。と銘打ち、過去のクイズ番組で活躍した名プレイヤーや予選を勝ち抜いた新鋭たちがクイズ王の座をかけて争う。サスケ、ドアーズ、スポーツマンナンバーワン決定戦のスタッフによる制作。幅40メートル、高さ15メートルの巨大なセットが組まれ、 東京ビッグサイトにて2011年11月6日に収録された。招待選手と同年10月10日の予選通過者を合わせた計33名が本戦に出場した。出場者は男性は基本的にスーツ、女性はドレスなどフォーマルな衣装で臨んだ。辛さは長戸以外は全員 TBS アナウンサー。MC 進行問題を見 VIP リポーター。 挑戦者リポーター副音声実況、副音声解説内は各出場者の最終成績、太字は準決勝以上の進出者の11名は本放送でカットされた。回答者が1人ずつ7問並ぶセットを移動しながら出題されるクイズをクリアして進む。3回不正解もしくは制限時間の80秒が時間切れになった時点でリタイア。問題配列は 課評の通りとなっている。ただし、第1問目と第2問目は一定時間経過で次のヒントが出る。また、第5問目からは1問に対式定数の回答がなければクリアとみなされない。80秒以内に7問すべてをクリアしたらセカンドステージ進出。全出場者33名中10名が通過。また、敗退者の中で11名の挑戦は、 放送されなかった。通過者クリアタイム筆記形式のクイズ。各、セットごとに一つのテーマに沿った問題が出題され、各回答者は一問不正解でそのテーマ終了まで、回答権を失い、最後の一人になるまで正解し続ければ勝ち抜けとなる。また回答はひらがな混じりでも良い。一人勝ち抜けたら、残った全員で次のセットを行う。10名中8名が通過。 第2テーマから第6テーマの問題はカットされた。通過者準々決勝。1対1の対決形式で行う筆記形式のクイズ。巨大 LED に登場する肖像画の人名をタッチパネルに書きボタンを押して回答する。2分30秒の制限時間内で多く正解できた方が勝者となる。両者同点の場合は、 ファーストステージの通過タイムが早い方が勝者となる。各試合の勝者4名が準決勝進出。第2、第3試合の試合内容はカットされ結果のみ、放送された。各試合の結果不字が勝者準決勝。4名が早押しクイズで争い、4ポイント選手できたものから勝ち抜けできる。ただし、 3ポイント獲得してリーチがかかった時点で、回答席の対面の通過席へ移動し、通過席で4ポイント目の正解を得た先着2名が決勝進出。防御側が先に正解できたら、勝ち抜け阻止に成功。阻止されたり、通過席で不正解だった場合はリーチは取り消され、ポイントは例にリセットされる。回答席での不正解は原則として1回休みだが、 通過席に回答者がいる場合での不正解はリーチがかかったものの決着がつくまで回答権が剥奪される。ルールとしてはアメリカオーダンウルトラクイズの準決勝でよく行われた当選母クイズの形式を模したもの。決勝進出者決勝戦。高さ10メートルのタワー型セットで行う早押しクイズ。十問正解で優勝。ただし不正解は振り出しに戻る。かつて TBS と同じ JNN 系列の毎日放送が制作していた往年のクイズ番組、アップダウンクイズの形式を模したもの。決勝戦の結果、ありがとうございます。